はいこんにちはバンクアカデミーのりょうへいです今日はこちらです SBI 新生銀行の金利が年0.3%に上がったって聞いたので詳しく教えてという話をしていきます突然飛び込んできたニュースなので気になる方も多いと思いますそんな方にこの動画では SBI 証券ユーザーは必見 高金利と手数料無料なので話題の SBI 申請銀行を解説しますのでこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょうではこのパートで SBI 申請銀行が普通預金金利年0.3%とお得すぎるという話をしていきますが先にこの動画の結論をおさします SBI 申請銀行は SBI 証券と連携 SBI 申請コネクトをするだけで普通預金金利年0.3%の高金利にアップさらに ATM 振込手数料の無料回数も魅力的でメイン口座貯蓄用口座にも活用したい SBI 証券と連携できるもう一つの銀行である住信 SBI ネット銀行と比べても金利なので SBI 申請銀行が優勢。クレカ積み立ても2024年11月の買い付け分から還元率0%になる人は SBI 申請銀行からスイープ機能を使うのはあり。今なら解説だけで500円もらえるお得なキャンペーンもあり。この結論をもとに話題の SBI 申請銀行を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが今。 SBI 申請銀行が人気を呼んでいます。それがこちら。SBI 証券口座をお持ちなら、優遇金利、普通預金金利が年0.3%と SBI 証券と連携するだけで、普通預金金利が年0.11%から0.3%に上がります。年0.3%の金利だと、100万円の預金で、税引き前3000円の利息がもらえるとなると、大変嬉しいでしょう。 他の人気のネット銀行とも普通預金金利を比べてみました。最近はマイナス金の政策解除を受けて各銀行で金利が上がっていますが、楽天銀行は0.12%から0.18%、スミシン SBI ネット銀行は0.1%から0.11%、ただし SBI 申請銀行は年0.3%、しかも複雑な条件はなしで、 SBI 証券と連携するだけで高金利は嬉しいです。ただし他にも高金利の銀行あり、例えば島根銀行スマートフォン支店、島保は年0.35%なんですが ATM 振込手数料の無料条件が微妙です。また以前から0.2%と高金利で人気だった青空銀行バンクは今後いくら金利が上がるかがまだ不明なんですがこちらも同じく 手数料条件が微妙というネックはあります。また後で SBI 申請銀行の ATM 振込手数料は紹介しますが、トータルで考えてもかなり優秀と言えでしょう。じゃあ SBI 証券と SBI 申請銀行の連携とは何なのかそれがこちらの SBI 申請コネクトと呼ばれるもので SBI 申請銀行の円普通預金の口座と SBI 証券の証券総合口座を連携させる手数料無料の自動入出金サービス SBI 申請コネクトの申し込みは SBI 証券の口座が必要ただし SBI 申請コネクトは未成年は利用できませんこれによってまず SBI 申請銀行において最高ランクのダイヤモンドステージ達成となり普通預金金利が年0.3%にアップ これは月末の最終営業日15時の時点で申し込みを完了していれば翌々月からダイヤモンドステージが適用されますさらに SBI 証券における投資信託の積み立ての自動入金いわゆるスイープ機能も利用できるようになりますこの SBI 申請コネクトはどのように連携するかというと SBI 証券のトップページから口座管理お客様情報を設定変更 お取引関連口座情報から、ここの SBI 申請コネクトを申し込めばいいだけなので、非常に簡単です。また、SBI 申請コネクトを行うことで達成できる SBI 申請銀行のダイヤモンドステージのその他のメリットも見ておきましょう。まずは、他行からの振込入金で、毎月最大100円、年間最大1200円のキャッシュプレゼント。例えば、ダイヤモンドステージのお客様なら、 一回1万円以上の振込入金で20円。月5回で最大100円。年間で最大1200円のキャッシュプレゼント。SBI 申請銀行アプリより毎月エントリーが必要です。次に、インターネットによる多項宛て振込手数料が月10回まで無料。さらに、定型のコンビニ ATM の出勤手数料が24時間何回でも無料。こちらが SBI 申請銀行が 利用できる ATM で、セブン銀行やローソンの ATM、イオン銀行など、今やどこにでもある ATM で、出金は何回でも無料、預け入れも無料になっています。参考までに SBI 申請銀行のステージ詳細も確認しておくと、このようにまとまっているため、拡大をしてみています。はい。SBI 申請銀行は、スタンダードシルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドのステージがあり、 ここまで紹介したダイヤモンドだと ATM 出金手数料は0円インターネットによる多項宛振込手数料も月10回まで0円このダイヤモンドのステージは SBI 申請コネクトの設定だけで達成できるので SBI 申請銀行は高金利など大盤振る舞いの施策で人気を博していると言えるでしょうそうしたら SBI 申請銀行はどのように使うのがいいのか 自分はメイン口座を楽天銀行、サブ口座をスミシン SBI ネット銀行、貯蓄用口座を青空銀行バンクで利用中なんですが、サブ口座を SBI 申請銀行に変更することを検討しています。SBI 証券との連携は SBI 申請銀行とスミシン SBI ネット銀行、どちらか一つしか選択できません。ただし、金利や手数料無料の観点から SBI 申請銀行を メイン口座もしくは貯蓄用口座として利用するのもありでしょう。参考までにこちらがスミシン SBI ネット銀行と SBI 申請銀行の細かい比較です。SBI ネット銀行は生体認証のスマート認証ネオの登録だけで簡単にランク2には上がるのでその条件で比較しました。普通預金金利は年0.1%から0.11%。 SBI 申請銀行は0.3%。ATM の手数料は、スミシン SBI ネット銀行は2024年12月1日以降は165円なので有料化。ただし、アプリで ATM なら無料。しかし、これはセブンとローソンが対象。SBI 申請銀行は何回でも無料。また、他行の振込手数料は、スミシン SBI ネット銀行が月5回まで無料。 SBI 申請銀行は月10回まで無料。SBI 証券とのスイープ機能は、スミシン SBI ネット銀行のが、投資買い付けまた積み立て、さらに日本株、米国株など幅広い商品で可能。SBI 申請銀行は、投資積み立てのみ可能。あとは、その他の特徴として、スミシン SBI ネット銀行は、定額自動入金や、 定額自動振込みなど便利なサービスもあるんですが、スミシン SBI ネット銀行と比べても SBI 申請銀行は様々な優位性があるんです。あとはクレカ積立と SBI 申請銀行の関係も気になる人が多いと思うので解説をしておきます。自分は新ニーサ SBI 証券にて E マキ s スリム米国株式に月30万の積み立て。 うち、クレカ積み立って上限の月10万円引き落としは楽天銀行にしています。こちらが僕の新ニーサにおける積み立て設定ですが、まずニーサの成長投資枠は月20万の現金決済。これはいわゆる証券口座引き落としになるので SBI 申請コネクトが済んでいるなら SBI 申請銀行から引き落としとなります。次にニーサの積み立て投資枠。 月10万のクレカ積み立て、クレカ積み立ての引き落としを必ずしも SBI 申請銀行やスミシン SBI ネット銀行にする必要はなく普段利用している口座を選ば問題はありません。また大事な点として今後 SBI 証券のクレカ積み立て還元率は変更となります。三井住友カードプラチナプリファード、オリーブフレキシブルペイプラチナプリファードは年間のカード利用額が 500万以上で 3%300 万以上で 2%300 万未満で1%三井住友カードゴールドのナンバーレスオリーブフレキシブルペイゴールドは100万以上で 1%10 万以上で 0.75%10 万未満で0%三井住友カードナンバーレスオリーブフレキシブルペイは10万以上で 0.5%10 万未満で0%なのでこのあたりは 年10万円カード利用がなければ、ポイント付与率は0%になってしまいます。また、クレカ積立の決済額はカード利用額の対象外なので注意が必要です。なので、カード利用額が年10万未満になりそうなら、積立設定を現金決済で SBI 申請銀行から引き落としにして、SBI 申請銀行に資金を入れて0.3%の金利をもらうのもありでしょう。 100万円入れたら税引き前で3000円がもらえます。ちなみに SBI 申請銀行はアプリもあります。銀行残高の確認や振込などはもちろん SBI 証券などと連携することで運用資産残高を一緒に確認できるのも魅力的でしょう。では最後に結論として SBI 申請銀行は利用すべきかをお話しして終わりとしますが、まず SBI 証券と連携するだけで年0.3%の高金利、また ATM 振込手数料の無料回数も申し分なしとハイスペックな点が高評価です。なのでメイン講座、もしくは貯蓄用の口座でも利用を考えておきたいところでしょう。ただし、たった0.3%の金利と思うかもしれませんが、こうやって自立もで お金を貯めておくのは資産形成の観点からも非常に大事です。自分は昔からスミシン SBI ネット銀行を利用していたので SBI 証券もスミシン SBI ネット銀行を連携していたんですが今からなら SBI 申請銀行を選ぶので SBI 証券ユーザーは解説しておいて損はないと思います。また今なら解説だけで500円もらえるキャンペーンもやっています。はい。 バンクアカデミー限定キャンペーン、Amazon ギフトカードなど500円分のプレゼント、SBI 申請銀行の口座解説で達成。今のところのキャンペーン期間は2024年9月30日までなんですが、延長もあり得るんですが、いつ終了するかわからないので、お早めに使ってください。SBI 申請銀行の口座解説のリンクは概要欄に載せておくので、早速申し込みをしてみましょう。はい。 今回の話は以上となりますが、最後に僕からのお願いとして、お得な銀行口座などの情報は、今後も随時解説予定なので、ぜひチャンネル登録をした上で、待っててもらえると嬉しいです。はい。では今日のまとめです。SBI 申請銀行は、SBI 証券と連携、SBI 申請コネクトをするだけで、普通預金金利、年0.3%の高金利にアップ。さらに、 ATM 振込手数料の無料回数も魅力的でメイン口座貯蓄用口座にも活用したい SBI 証券と連携できるもう一つの銀行であるスミシン SBI ネット銀行と比べても金利なので SBI 申請銀行が優勢クレカ積み立ても2024年11月の買い付け分から還元率0%になる人は SBI 申請銀行から スイープ機能を使うのはあり。今なら解説だけで500円もらえるお得なキャンペーンもあり。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。 バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。